はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。インコ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。夏の参院選に立候補する予定なんですけれども、まあ、9条破棄であるとか、外国人生活保護廃止、留学生超優遇廃止、実習制度廃止、などを訴えていきたいと思っております。あとあれですね、アグネスとかがやってる漫画、アニメ、ゲームなどの表現規制に反対と。ここら辺も言っとこうかな。NHK スクランブル化ももちろんいます。で、ツイッターなんかで誤解してる方が結構いらしてですね、比例票は日本改革党に入れますとか言ってくれて、お気持ちは嬉しいんですけど、私出るのは、東京選挙区で私一人が立候補いたします。全国比例とか使うためにはですね、同じ選挙に12票を出さなくちゃいけないんですよ、立候補者。そうするとまあそれだけで3000万かかるし、そのまでの力は私にはまだありませんので、夏の参院選間に合わないんで、私一人で東京選挙区ですんで、東京お住まいの方しか私には投票できないんですけれども、まあしょうがないですね。力不足なので、まだまだ地味に長きにわたってへこたれずに心折れずに頑張りたいと思っております。まあまあ支持してくれる方増やすのが先決ですよね。変なこと言わずにまともなことを言ってればいいのかなって思ったりもするし、たまに賢いことを言ったりしないと、普通の人と同じことしてたんじゃダメだし、キャッチフレーズ、日本改革党のキャッチフレーズ、極右政党にすからなんで、ちょっと考えておりますけれども、昨日と一昨日はしゃっくりに悩まされまして、今日は朝からしゃっくり収まりました。でも3日間ですね、抗がん剤って3日間なんかいろいろあったもんで、体調不良で、今日は朝からなんか疲れててかったるいっす。まあ赤血球も白血球も減ってますんで、その影響かななんて思っておりますけれども、フジテレビが大々的に早期退職者を募集開始だそうであります。キム・ミツシュー・ミツオサム社長、なんて読むんだろうこれ、キム社長ですね。5年後10年後は会社がやばいので、新しい生活をするチャンスを援助する、退職特別加算金と再就職支援も行うと発表しておりました。勤続10年以上の50歳以上を対象に、希望退職者募るみたいであります。で、特別加算金1億円だって。1億円払っても50歳以上には出て行ってもらいたいという、なんか切羽詰まったものを感じますけどね。ネットの話です。富士でもされた時はこうなると思わなかったよね。テレビ局自体が次のビジョンを描いたらテレビの時代は終わった。ネット民大勝利。何言ってるかわからないが、富士テレビがピンチなのはわかった。まずは無能な経営陣が辞めてから希望退職を募るべき。どこもほんと上が責任取らず、トカゲの尻尾切りばっか。地獄絵図で新年の挨拶した会社は言うことが違う。有能なやつが辞めて無能だけが残る。そうなんだよね。希望退職募ってさ、自分で独立してもやっていけんなっていう人とか、他社から引き合いがある、スカウトある人が辞めてて、俺は会社にしがみつくしかねえ、仕事できねえしっていう人が残ってですね、どんどん劣化するっていうのが、システム、そういうシステムですね。秀逸なコメントなんですけど、ネットがないと困るけど、テレビなくても困んねえ。そうだ、その通り。全くの同意であります。私も20年ほどテレビなし生活で全然困らんしね。今でもつべその他に見切れんほど映像あるし、しかも無料でね。2011年のフジデモの参加者としては嬉しい限りであります。この時はすごかったな。8000人以上集まってですね、デモをやったんですけど、
当時のメディア、テレビ新聞は完全無視しておりました。フジテレビなんかさ、フジテレビの社屋の下通ったのにさ、会社からの窓から映像撮れたのにそれもやんねんね。これには呆れました。大人は汚いと、参加した時はもう特に私は40過ぎてましたけど、大人は汚いって、思いました。これに甘えてですね、何をやっても俺らは大丈夫って慢心した連中の没落こそね、今は心地がいいものであります。これはこの気持ち、シャーデンフロイデっていうらしいんですけど、全ての人が持っている。なんか憎たらしい人らがひどい目合うと嬉しい。まあ普通そうですよね。小難しくドイツ語で言うとシャーデンフロイデっていうらしいであります。他人の不幸は蜜の味と思いますけれども、こうなったら早くですね NHK の没落も見たいな。なんせひどいんですよ。今日も相談ありましたけれども、昼間と夕方と夜に来た。しつけ。帰りを待ち伏せされた。これ女性の相談でしたね。若い女性の相談。怖くて夜寝れなくなっちゃうね。こんなされたらね。夜中の10時と11時と12時に来た。しつけ。オートロックを超えてきた。これね、住人の背中にくっついて通り抜ける技であるとかですね。そのマンションの住人の一人が入れてくれたら、そのまんま各階回っちゃうっていうですね、手段とかですね。もちろん違法行為であります。契約しない払いせに庭に小便をされた。あまりにもしつこく来るので怖くなり引っ越した。こちらは綺麗な若奥様でありました。同居の息子夫婦も契約させられていて何年も二重取りされていた。こちらの方はもうのんきっちゃのんきなんですけど、息子さんも言えよ。NHK 俺払ってっからさってさ。同居してんだから一つで契約いいんですから、手をボールペンで刺された。こちらのですね、50代の集金には逮捕されております。親が施設入所で空き家になるので解約しようとしたら、施設でって NHK 見るんだから払えって言われた。とかですね。契約した覚えが全くないのに契約になっていた。そんでもって契約書見せろって言っても決して見せてくれない。契約するまで何度でも来るぞと脅された。契約しないと裁判によって仕事辞めるようになるぞと脅された。集金にはですね、裁判にするかどうかの権限なんか一切持っておりません。嘘で騙して脅迫ということになりますね。こんな組織子孫に残してはいけません。あの時代のおっさんらは何やっさんだって後々言われます。だらしねえ連中だな、あの時のおっさんは、靴沢は、とは言われないでしょうけど、3月に NHK スクランブル化要求デモ、イコール、解体デモをやりますんで、その時はご参集よろしくお願いいたします。多分池袋でやると思います。短くて、人の沿道の人もいっぱいいる、前2回やったコース、とってもいいもんですから、そこでやるかと思います。渋谷 NHK のお膝元といえば渋谷なんですけど、渋谷のコースね、いたずらに距離が長くて人が全然いない、人が全然いないとこもちょっと長々通らされてあんまり好きではありません。テレビ同様の、古代メディア新聞も黄昏れています。まあ当然といえば当然なんですけど、東洋経済記事、日本新聞協会の発表によると、一般紙部数は2021年度中に180万部減り、3000万部割れ寸前に落ち込んだと。ピークの1990年代は5000万部だった。で、3000万部っていうと、どういう部数かっていうと、高度経済成長前。つまりですね、昭和36、7年。ぐらいの部数なんて、3000万部って。まあまあほぼ半減ですか、ピークよりも。20年と21年の2年間で、負担に耐えかね、有刊紙の発行をやめたのは、以下の通り。東、なんて読むかわかんないな。青森県の新聞、山陽新聞、徳島新聞、高知新聞、大分新聞、根室新聞、千歳民報、両毛、諸毛、これ読み方わかんないです。
なんとか新聞、栃木県、近江同盟新聞。なんか、左右癖名前ですね。近江同盟のさ。熊本新聞、日日新聞、ネットの話、嘘ばっか書くから。紙資源の無駄。人口減ってんのに増えるわけねえだろ。コンビニのスポーツ新聞も減ったよな。サバイバルグッズとしては優秀。そうなんですよね。寒い時体に巻いたりですね。いろんなことに使えるんですよね、新聞紙ってね。新聞が軽減税率 8% って舐めすぎ。私これ、それをそう思う。赤ちゃんの粉ミルクであるとか、女性のあの生理用品とか、そんなのが 10% で、なんで入りもしねえ新聞が 8% っておかしいべ。これ実は財務省と新聞業界が取引しまして、消費税 8% から 10% に上げっけど、お前らそんな叩くない。その代わりお前ら 8% のまましてやっから。財務省と新聞業界の取引がありました。本当の地獄は、団塊世代が減る、これからと。なんか、あと5年って言われてますね。新聞業界の息の根が止まるのが。息の根っていうか、今の形態では無理だろ。あと5年って言われております。半日遅れ、1日遅れの情報などいらん。記者の思想が思いっきり入ってるんで、読むと気持ち悪くなるんです。取材せずツイッターの投稿で記事書いてればそうなる。電車で新聞読んでる人いなくなった。本当いないですね。本当にね、電車20回ぐらい乗って1人1回苦手って感じかな。親会社、子会社の関係なんですけど、テレビ、新聞の関係は密接であります。読売は日テレ、が子会社、朝日はテレ朝、毎日は TBS、富士産経グループで富士、日経新聞がテレ東を持っております。というわけで、新聞とテレビは同結なんですよ。テレビだけが悪くて、新聞が良いなんて話は全くありません。富士でも8000人をですね、ガン無視して、一切報道しなかったのは、新聞も同様でしたしね。今年も500万部ぐらい減ってですね、2500万部ぐらいになるんでしょうね。新聞、テレビが世論を作れる時代は、とっくに終了してますよ。朝日毎日、東京新聞相変わらずですね、支離滅裂な社説、何十年も続けてますけど、まあ、今日は共産党のですね、C和夫の発表のような、信者向けの定例のアジテートなんですかね。たまに威勢をいいこと言って、士気を高めなくちゃっていう、アジテートなんですかね。まあ、叩いても叩いても、やめない精神力には感心しますけど、まあ、仕事としてやってるよね。嫌なことでもね、こんな効果あんのかな。疑問に思っても仕事としてやってりゃ、まあ何十年も続きますね。敵基地攻撃能力について、維新、立憲、共産、国民の各党党首の意見であります。これ NHK 番組で言ったらしくて、維新、抑止力として反撃能力は絶対に必要だ。国民、相手領域内での迎撃、抑止能力は必要だ。立憲、敵基地攻撃能力とは何か、それで何が防げるのか、政権は説明していないので了承できない。まあ政権が悪いと、岸田が悪いなので反対と。共産、日本に戦火を呼び込むことになり断固反対だ。綺麗に分かれました。ネットの反応です。この構図は分かりやすすぎる。予測通りだな。答え合わせ完了。日本を守ることに反対。立憲共産は本当仲がいいよな。やっぱ立憲共産党じゃんね。祖国が反撃されたら困るもんな。これは中国と北朝鮮のことですかね。まあどっちかだな、祖国。維新も国民も共産にすり寄られたくなくて必死。立憲みたいにすり寄られたくないから、共産とは全然逆の音を言ってなくちゃいけないな。というようなんですね。立憲共産は抑止力という概念を理解していない。自民批判の受け皿は維新、国民に参院選が楽しみと。維新も国民も伸びて立憲共産が減るといいなと思ってますけど、
あと私も運よく当選できてね、まあ当選目指して頑張りますけれども、立憲の泉代表、敵基地攻撃能力とは何か説明がないので了承できないって言ってますけど、おやおや、軍事機密ばらせって言ってませんかこれ。敵基地攻撃能力、そんな詳しくてめえに説明したらダダ漏れすんだろうが、ないないにっつってもさ、自ら進んで漏らしに行くかもしんねえな、立憲だったら。嘘を敵に流すパイプには使えそうですよね。日本は、ここは大丈夫なんだけど、ここが弱点なんだよねって、嘘を泉に、あと共産党に教えておくと、その通りですね、向こうに報告すると。そういうですね、ディスインフォメーションって言うんですけど、嘘情報作戦には使えるかもしれないな。共産、戦火を呼び込むとか、言ってますけど、これ全く逆です。抑止力なしでね、攻撃しても、決して反撃されないっていう方が、よっぽど危ないですよ。むしろ反撃能力を持たない方が、戦火を呼び込みますよ。見なさいよ、もう。今日で13日間連続、尖閣諸島に中国の船来てんだって、ニュースにも何年くなっちゃいましたけどね、毎度のことで。尖閣での嫌がらせ、竹島と北方領土は、占領されっぱなし、北はミサイル好きな時に撃ってるし、反撃できないって舐められてから嫌がらせを自ら募集してる状態なんですよ。戦火を呼び込んでんですよ。反撃能力持たずに九条なんか五条大臣に守ってるからね。まあ分かってて言ってるんだろうけどね。これもですね、戦火を呼び込むことになりって共産党得意のですね、守護違いなのかなーって。日本が反撃すれば人民に戦火を呼び込むならばすっきり意味が通りますよね。つまり祖国の心配、人民、中国人民、北朝鮮人民、どっちも国民のこと人民っつってますからね。人民に戦火を呼び込む、この戦火は日本の反撃ってことなんですけどね。そんなんね、日本を攻撃しなきゃ反撃されないんだから持っててもいいですよね。いや持つべきだって私は思ってますけど、ついでにですね、安上がり中の安上がり、核兵器も保有を検討するぐらい言ってたらいいんだよね。研究してるってだけであいつらビビりますからね。イスラエルは一応核を持ってるとも持ってないとも言ってないですけど、持ってるよなっていう周辺諸国がビビりまくっております。まあね、イスラエルとアメリカぐらいの関係になればアメリカが代わりに核攻撃してくれるのかもしれないですけど、イスラエルにもし核打ち込まれたらね、日本はですね研究してるってだけでビビりますよ。もうパーツできてますと、それガジャーンって組み立てれば1時間で出来上がりますっていう風に思わせられたら持ってるのと一緒ですよね、それね。したら1時間で日本を滅ぼさないといけないのか、それは無理だよな。これこそ抑止力でしょ。何言ってんの泉は。教えろなんつってスパイ丸出しですよね、本当にね。まあいずれにしてもテレビ新聞の古代メディア滅びていく様は気持ちいいものがありますよね。でね、高くてダメなものは、必要ないものは滅びてもらわねえと、自由競争社会、資本主義経済ではダメなんですよ。不自然なんですよ。安くてダメなものは滅びてもらった方が、我々の自由主義経済は切磋琢磨の、で磨いていくもんだから、滅びてもらわないと困るんだと。つまりテレビ新聞は滅びろと。まあそういうことが言いたいわけであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。